翼条件は中華、人民共和国産青省林墳市に位置する県。翼条件は、大土高原の林墳盆地の東南部に位置し、東の山地を源流とする河川が合流し、川側の支流、川となり西へと流れている。南には小山がそびえる。気候は大陸性気候であり、夏は暑く冬は非常に寒い。 夏院台、林墳盆地の南部の川側の東一帯には、東国が存在していた。青州の初期、反乱を起こした東国は滅ぼされ、西王の弟である東宿恐れがこの地に封じられた。その後、東宿恐れの子孫が東を進むと解明し、やがて進むは、峡谷となった。この地には、進むの首都の翼があったとされる。しかし翼の宗家は、 完宿の子孫である極翼の文化に次第に圧倒され、進むの武功の代に滅ぼされ、翼は、こうと解明された。この、翼は、賛成通史や、翼条件史などの文献によれば、現在の翼条件上の東南、南領鎮の古城村にあったと伝えられているが、古城村にある、城壁跡は、実際には、隋代の翼条件の跡ではないかと考えられている。 前館には、後剣に、後館には、後有剣に属した。前身は、南北朝時代、北儀により設置された北後剣である。随代になると598年に、翼上剣と解消、翼上軍の軍地とされた。東大が成立すると618年に、州、翌年には北州の州を治めとされ、905年には、川にちなんで川県と改名されている。 宋代になると翌条件と解消、近代になると翼州に昇格したが、現代により再び翼条件と改められ現在に至る。翼条件内からは、辰山文化、二里頭文化から、春秋戦国時代に至るまでの多くの遺物が出土している。ナショナルポピュレーション、スタティスティックスマテリアルズバイカウンティーシティから1999ピリオド、イン。 チャイナカウンティシティポピュレーション1999、ハーバード・チャイナヒストリカル GIS。ありがとうございます。